大抵の人のコミュニケーションはキャッチボールでなく雪合戦になってしまってる。コミュニケーション能力が高い人間は何をしても得をする。逆に低いと様々なことが困難だ。ほとんどの企業で社員の採用条件に高いコミュニケーション能力を上げていることからもそのことは明らかだ。コミュニケーション力が高い場合、何をするにしても物事が簡単に進むようになる。ではコミュニケーションとは詰まるところ何なのか。相手を理解する力であり、自分を伝える力である。これは決して一方通行なものでなく、常に双方向な力として作用する。本書ではコミュニケーション能力を高めたい方に向けて、ザクッと読むだけでコミュニケーション能力が向上するように執筆された。ざっと目を通していただきたい。読み終わった頃にはあなたのコミュニケーションに対する考え方が少し変わり、それが実際の社会生活に良い影響を及ぼすようになるだろう。話し上手より聞き上手。コミュニケーション能力が高い人の顕著な特徴として、人の話をよく聞くという部分がある。彼らは自分の話をするよりもまずこちらの話を聞いてくれるのだ。そして表面上の反応でなく内容を深く理解してコメントしてくれる。こういう人は自分にとって非常に心地よく、もっと話したいと感じさせる。そして意見を深く聞くからこそしっかりとした返答が返ってくるものだ。コミュニケーションとは双方向性のあるものだ。しかし多くの人は自分の考えを相手に伝えることがうまいことがコミュニケーション力だと考えている。これは非常に偏った考え方だから、この考え方自体を直さないといけない。コミュニケーションとはお互いに理解し合うことだ。そして自分か相手かどちらかが理解しようという努力なしには成り立たない。会話はよくキャッチボールに例えられるが、違う部分がある。ボールが一つではないのだ。気をつけないとお互いに別のボールを持って投げ合うことになってしまう。これでは雪合戦だ。内容を込めた雪のボールは路上で補給されることなく溶けてしまう。 90% の人は言葉を投げるのは得意だが取るのは苦手なので、まずあなたがボールをキャッチしよう。すると誰とでもキャッチボールがうまくいく。相手のボールを全部補給してから自分のボールを投げればキャッチボールはずっと続けられる。コミュニケーションはキャッチボールだが 90% の人は雪合戦をしている。こう覚えておこう。相手に体を向けて全身を耳にして聞く。よく人の話を半身で聞くことはないだろうか。またそういう人を見たことがないだろうか。話を聞く態度として良くない。話を聞くときは必ずへそを相手に向けて正対して聞こう。パソコンを見ながら片手まで聞いているような態度は最悪だ。よくあるパターンは部下からの報告を聞く上司だ。パソコンモニターから目を離さず、うんうんと返事はするものの、部下をたまにチラッと見るだけ。しかしこの上司は誰に対してもこの態度を取るのだろうか。もし社長が話しかけてきたら絶対にこんな態度はしないだろう。すぐにモニターから目を離して体をまっすぐに社長に向けて目を見ながら緊張感を持って聞くに違いない。これは最低の態度だ。人間を立場で区別して対応を変えている。部下にしてみれば自分は尊重されていないと感じる。大げさだろうか。ではもう少しソフトに反対から考えてみよう。社長に対するのと部下に対するのと同じように真剣な態度で接してくれる上司は魅力的に決まっている。コミュニケーションとは態度すべてのことなの。人を見て相手を尊重したり存在に扱ったりと程度を変える人間は絶対にコミュニケーション後者にはなれない。誰にでも真剣にへそを向けて目を見て話を聞く。ながら聞きはしない。忙しかったら少し待ってもらえばいいのだ。相手の状況を見て話しかける。先ほどの話は聞く側の態度の話だったが、今度は話しかける側のタイミングの話だ。相手が自分の話を聞ける状況にあるか少し考えてから話しかけよう。普通は無意識に誰もがやっていることだ。部長は今忙しそうだから後にしよう。そういった配慮がない人間はなかなかいないだろう。この気遣いはとても正しい。やはり人間はいろいろなことを常に考えているから、考え事をしている人に新しい情報を入れようとしてもうまくいかないのだ。様子を見ることと同時に一言付け加えられるともっと良い。5分間大丈夫ですか？少しお話しすることができますか？の件を報告したいのですが、何時頃がよろしいですか？特に有効なのが
相手に話す時間を選ばせるパターンだ。そこで一度話すことをしっかりと意識してもらうことによって、あなたの話は飛躍的に聞いてもらいやすくなる。話を聞く側であればへそを向けるのが大切だが、話をする立場であれば相手にへそを向けさせるのが大切だ。そのための簡単な手段として話の条件付けを一つお願いしてしまうことだ。このケースだと時間だが場所でもいい。の件をお話ししたいのですが、場所はどちらがよろしいでしょうか。このような具合だ。話を聞いてほしいときには、相手のへそを自分に向かせる工夫をしよう。相手のことを考える。同僚や家族のように、日常的に同じ時間を過ごす人たちとのコミュニケーションにおいては、表面的な技術よりも、精神面の深いつながりが重要になってくる。一緒に食事をとったり、日常的に雑談したり、しっかりと挨拶したり、そういったことはもちろん重要なのだが、ここで言いたいことは、もう少し基本的な話だ。まず、相手に興味を持つことが重要だ。例えば、相手の趣味、家族構成、夢、目標、何のために働いているのか、休みの日、何をしているのか、学生の頃の部活動、得意な科目、好きなテレビ番組、そういったことに興味を持つことだ。興味がある相手とは、話も弾む。興味とは、好意だから、コミュニケーションを円滑にする力がある。しかし一概に興味を持とうとしても漠然としていてなかなか難しい。そこでおすすめなのが興味を持つことをスケジュールに入れてしまうのだ。毎日の義務として相手に興味を持つ。例えば同じ部の同僚が20人いたとしよう。毎日誰か一人のことを考えるようにするのだ。山田さんの夢は何だろう。仕事のどんな部分が楽しいんだろう。逆に不満もあるのだろうか。兄弟はいるのかな。土日花にして過ごしているのだろう。結婚してるのか、子供はいるのか、今日のご機嫌はどうだろう。そんなことを漠然と10分も考えみる。そうするとふつふつと相手に興味が湧いてくる。そしてそこで湧き出た疑問は相手にぶつけてみるといい。不満はありますか？とかは聞きにくいし、そういったことは聞く必要はないが、兄弟はいってらっしゃるんですか？面倒見がいいから長男かと思って、というように当たり障りない会話でも十分興味深いコミュニケーションが取れる。これを毎日別の人に対して行うのだ。同僚が20人いたら20日間で一周回る。そうやって何周も回していくと相手のことがだんだんと理解できるようになる。すると会話のキャッチボールでも相手が投げたいボールが自然とわかるようになる。そうやってボールをキャッチする力をトレーニングできる。実行は簡単だ。毎日のスケジュールに同僚の名前を書くだけだ。その名前を見た瞬間の10分間、相手のことを考える。劇的に同僚とのコミュニケーションが変わるので、ぜひ試していただきたい。結論から話す。物語の基本は起承転結だが、ビジネスシーンでの会話の基本は結論からだ。うまくいったのか、失敗したのか、まずはっきりさせてから話し始めた方がいい。ビジネスで最も大切なのは時間だ。スピードが負ければどんな商売でも負ける。その中で小説のように起承転結を楽しむ余裕はない。だからビジネスシーンで起承転結をやられると聞いてる方は非常にイライラする。会話はキャッチボールだ。言葉を投げるなら取りやすいボールを投げなければならない。話に結論がないというのは論外だが、起承転結を丁寧に踏まえる話し方も問題だ。稀に起承転結こそが論理立った話し方だと勘違いしている人がいるが、起承転結は物語を綴るためのノウハウだから、通常のコミュニケーションの正解だと勘違いしてはいけない。一番いいのは結論をざくと言って、その後絶対に重要な原因だけ説明する。そして相手の質問を待つ。大抵はこの形がスピーディーでいいし、相手の理解度も高まる。人間は一方的に聞かされた話は頭に入りにくい。自分で質問したり疑問を持ったことは記憶に定着しやすい。その法則をうまく使って相手にある程度質問させよう。短めのセンテンスでのキャッチボールが有効だ。相手のコミュニケーションスタイルを見抜く。人には特有のコミュニケーションスタイルがある。特にそれが顕著に出るのがビジネスシーンだ。基本的に仕事で使うコミュニケーションツールは3つだ。直接話す、電話、メール。メールの中にはメッセンジャーソフトや SNS も含める。文字でのやり取りという意味で受け取ってもらえたらいい。
大体のビジネスパーソンはこの3つの手段すべてを使うのだが、使用率のバランスが人によってかなり違う。メールが好きな人や電話が好きな人、直接が好きな人。メールすると電話がかかってくる人は電話が好きな人だし、その時にすぐに会いたがる、あるいは定期的に会いたがる人は直接が好きな人だ。最近非常に増えているのがメールが大好きな人だ。メールには会話の記録が残るという非常に優れた特徴があるし、電話や直接の会話の場合に必要とされる反射神経を使わなくても済む。場のノリで適当なことを言ってしまったりするリスクを避けることができる。だからビジネスの大半をメールで解決しようとするビジネスパーソンは非常に多い。ここで言いたいのは、コミュニケーションは相手のいることだから、ツールは相手に合わせてあげたいということだ。メールが好きな人ならメールで連絡しよう。大抵はメール好きは相手がすぐに返信すると思っているから、できる限り早く返信しよう。これを実現するには常日頃からメールチェックを頻繁に行うようにする必要がある。相手が電話の人だったら、こちらも要件があったらすぐに電話しよう。記録を残したいならメールを出してから同じ内容を電話しよう。返信だけもらっておけば後で証明になる。直接会いたい人が相手だったら、なるべく早く会うようにしよう。相手は直接向かい合って物事を決めたいタイプだから、仕事のスピードを上げるには会ってしまう方がいい。このように相手のパターンに合わせることでスムーズなキャッチボールができる。逆にそこを間違えると非常に時間がかかってしまう。電話でやる習慣がある人にメールをせっせと出してもなかなか返信がもらえない。そういう場合は電話してしまおう。コミュニケーションチェックリスト。コミュニケーションの要点をチェックリスト形式でまとめてみた。ぜひご利用いただきたい。本書で紹介しきれてない部分もリストには含めたので有効活用してほしい。へそで聞いているか、相手のことを考えているか、相手のコミュニケーションスタイルに合わせているか、先に相手の話を聞いているか、結論から話しているか、タイミングを見て話しているか、毎朝自分から挨拶をしているか、後書き。さて、あなたにとって新しいコミュニケーションの概念はあっただろうか。本書によって気づいたことが何かあるとしたら、ぜひそれを実行に移していただきたい。やはり物事を変えようと思ったら行動しかないのだ。本書をきっかけとしてぜひ行動してほしい。では最後に、あなたのコミュニケーション力の向上により、あなたのみならずあなたの周囲の人たちまでも幸せになるよう祈って本書を終わらせていただく。